えっと、じゃあ、始めていきたいと思います。えー、皆さん、こんにちは。えっ、ー、と、ベニッシの佐藤と申します。えっ、ー、と、これから、秋から始めていって、来年度の、えっ、ー、と、担当式試験の最低限受かりましょうという、これ講座のコンセプトになるんですけども、今日ね、その1回目というか、うんと、こういう感じで実はやってるんだっていう雰囲気ですね。それを、ぜひ、えー、掴んでもらいたいと思っております。で、まずですね、ちょっと入る前に、そうだな。 あのー、この講座の概要なんですけども細かかった話すとしてねちょっとこれ見てほしいんですで今日この単元をやっていくっていうことでありますんでえー、っとですね担当コンプリートコース、まあ、いわゆる1年間で担当式試験を受かりましょうってこれコースなのねでそうなるとある程度やっぱり勉強しないと受からないわけですよそこでこの1年間のタームこれ3つに分けてるんです1つはここに挙がってる通りなんですけどもえー、っとですねこれはここでいいんですかね これだな、ね。一つは、入門エッセンシャルっていう単元があります。これエッセンシャルと言ってる通り、全部で、うんとね、14回ってあるわけです。14回あって、せめてもうウェブで取っています。あと一つだけでっちゃうと、これで終わりと私になってるんですけども、もうあるわけですね。で、これはできれば、下級的ーカーに聞いてもらいたいんです。じゃないと、時間がどんどんなくなっていくでしょう。まずこれを聞く。でそしてその後でやっていくのが、生の講義ってなるわけです。生講座の方は、 担当コンプリート。ただ、言っときますよ。これ担当コンプリート言ってるけども、結構実は難しいです。ほぼ今年出るような問題って、特に論文ですかね、出ていました。新しい問題とかね、しかし試験傾向変わってきてるんで、えー、これについてもこれ、やっていくっていう講座が担当コンプリートという講座になります。あと、大用知試験。これもっと細かくやっていくんですね。まあ、担当に専科しということになるんですが、ただ、担当式試験と今論文式試験って、 かなり近しいと言っても過言ではないんですね。で、私よかったら今から20、確か6年前かなになるんですけども、旧試験の場合って、担当論文ってかなり違う試験でした。まあ、担当は条文ちゃんと分かってるか、要件の効果と、あと趣旨から解くってことですかね。で、この一方で、論文式試験ね、回答がないんです。今少なくても回答ってありますよね。回答があって、それ抜けて書くと。じゃないと採点できないじゃないで、そういう試験になってる。 で、この一方で、旧試験は自分でね、考え方を示すわけです。どういう解決がいいか。戦士さんもいろんな答案って出てくるわけですよ。でその中で、なるほど考えたなって人が上位から受かっていくという試験でした。今、そうではありませんので、回答は絶対これあるんです。で、そうであるならば、担当さえ何とかなるならば、多分、いけますよ。いける。で、それも、そうだな、担当を通った方ですぐっていう方が受かりやすいと思っています。今年の第1問。 特許のの論文第一問問ってまさにそういうい題でした単当わからないところを感化しちゃって落とすんですねでも受けた方ってそれがないじゃないですかで結構アドバンスアドバンテージがあるってことになりますんでまずそれを持ってしっかりとやってもらいたいと思ってるんですねじゃあ今日やっていく単元から少しスタートしていきましょうかね、えー、今日やっていくのはこのエッセンシャルの一番最初ということになります 特許実用信用法の1回目ということになるんですけども、まず概要を見たことについて説明しているんで、そこから少し説明していきましょうかね。えー、皆さん持っているものは、このエッセンシャルのパワーポイントっていうのがあるかと思います。あと、実際上使っているのは、今日持ってきたのですけども、あの、エッセンシャルレジュメって今年から少し改定したんです。で改定したものが一応抜粋されてありますかね。あるね、えー、とこんな風になっているやつ。 僕のの講義力に近いってものです。あのこれについてずっと中心的に講義をしていきますからね簡単に書いてあるわけですで全部であの3時間1時間ってあるわけです1回分ってあるのねそれ1回分について6個目これ分けてるんですで1チャプターでだいたい30分っていう構成をとっておりますんでこの構成に従って分けてるんですねで今日やっていくのは第1回のユニット1 まず、勉強始めに従ってとかね、そこの一般的導入部分について少し喋っていこうかなと思っています。テキストはこっち。そして、あともう一個、パワーポってあると思うんですよ。これ、パワーポを使ってやるっていう講座になっておりまして、それがこんなことになってますかね。うん。エッセンシャル講座第1回。あと、第1週にとまあ、言ってみたら勉強の仕方ですよね。 これまず最初にしゃべっておりますので、まずここをしゃべってから少し内容を見えた頃をやっていこうかなと思っております。では、まずね、サイドの,方日本の2ページもちょっと見てください。じゃあ、必要な教材ですね。どんな教材が試験には要求されてくるかというところです。全部で1、2、3、4、5ってあるわけですよ。まず一つ目、アウう本。よく畜上解説と言っております。 築城解説ねあの。築城解説で特許庁書,書いたような築城になっているこれ、解説書なんですね。第1条こうなってる。2条こうなってる。で、これ見て、昔受かったという人が結構いたわけです。私もちゃんと読んで受かった口です。ただね、今これってどうかなっていうと、そうですね、当時は指紋あまりあの発展してなかったんですよね。だからこれを読んでってことをやってました。だけどね、この本って読みがたいんだね。なぜかってちょっと喋りますね。 これ、法の体験、近いところでありまして、あの通常、法学部ってこういう体系で勉強するんです。えー、っと、あれペンがないですね。こういう体系で勉強するんですね。まず、あのパンデクテンっていう体系が実はありましたね。ちょっとパンデクテンに従って、条文って構成されてるって我々習うんですね。でそこから入っていかないと、本当はこれわかりません。こんなことを言うんですけども、うんと一番最初。 まずあの数学をちょっとしましょうこれからね簡単な数学こういう数学はどうなりますかね,あのね例えば x プラス x ですねさてこの計算どうやって解けるんでしょうとバカにするんじゃねえって感じでしょこれこうするんでしょうこれってまず共通事項を前に出して 5+6 ってやればいいんですね 11x ってことになるんですけども、まず法律って必ず共通パターンについて前に持ってくるんです。前に持ってきます。で、その後で、格論ってあるわけです。格論。まあ民法だったらな、例えば民法であるならば、物件、あるいは債権、あと、ね、えー、と、法定債権で一緒にこれ分かれてるんですねで。通常ここだけやればよく分かりやすいんですよ。だけど、条文順ってまず、ここが書いたの。特許であるならば、1から28条とはここに当たるわけです。で、 5番、6番と書いてあるものがそうだな。事件室に特許を並んでおりまして、審査っていう書。審査。特許手願をしますで。審査官はどういうふうに権利を与えていくんですかって仮定を見るわけです。審査っていう書。で、さらに、審査に対して問題があった。審判という書があるとしましょうね。審判という書はまた別にあるわけです。通常、ここから入ったらよくわかるんですけども、しかし、ここから入ってしまった。 1>, 1から28条これって審査と審判あるいは再審とか意義とかっていうところの共通パターンとして前に振ってるんです。というのはどういうことですかね審査審判すべて分かってないしは特許を全体が分かってみると分かりやすいっていうパーツになるわけです。しかし皆さん真面目でしょでそうなるとまずは行文の通り読むんですね。1から28条から入っていく。そうなってしまうとどうでしょうかね こういう体系になっておりますんで、審査、審判等すべて終わった方が見て初めて分かる箇所について一番先にやるわけですよ。そうなると、ああ、これって難しいかなってなっちゃうんですね。で、地球でそういう処分図になってますんで、極めてこれ難しいんです。でもこの体系分かってると応用を聞いたりするからね、まずは、あの、よく見る、中身ってね、まず問題文を見るならば、審査、これ該当してるんだなって言ったら、審査のところで解くんです。まずは。 であれば審判に該当してるんだなと言ったら審判の調理を解くんですね。それができないといった場合、初めて捜索に戻って解くという構成をとっております。まあ、それはわかると結構解きやすいというのはあったりするんですね。まあ、でもそれはずっと進んでから分かることでありまして、最初から築城って見てしまうと、これなかなか実は分かりません。嫌になるんですね。まあ、通常であればこれ力士として用いてほしいと思います。辞書 だけど、大体これについては私、喋ってるんで、まあ、買わなくてもいいのかなというところです。あと、法文集で。これは必ず買ってください。法文集ね。読解のない難情はこんな条文になってるというところになるわけです。条文集ですねで。これがないと、これから法律の解釈等をやっていくというところになりますので、難情何個はこうなっているって説明するでしょ。でそのにまに、まあ、これは手元にいないと解けないということになります。 あの書籍はどこのやつでも構いません。出版社ね。これ持っているのはパテックっというところのものです。まあ、そこでもいいし、あと、発明協会さんのものでも構いません。どこの同じ条文集でありますので、関係はないと思いますので、ぜひ、まずこれをお持ちになってもらいたいと思っております。そして、共通テキスト。まあ、共通テキストは、レックの共通テキストってあるわけです。例えばですね、例えばこれ。今日使ったんですけど、条約のこれ共通テキストってことになります。 あのレックの先生であるなら誰でも使ってる教材になるわけですね。共通テキスト。でもこれ使うかというと、うん、エッセンシャルの中で大体これと同じことを喋ってしまってるんで、私は基本的に使いません。できれば、サブ教材として見てほしいんですね。で、これ見て分かるのように、これをやったりしますしよね。文字がずっと書いてあるわけです。やった。これやって、担当問題解けますかって言われちゃうと、解けないんだよね。で、簡単に言うとね、 あの予備校で大学受験をやったことがあるでしょ大学受験においてそうだな全ての知識を入れた後で問題解いてるっていうのはこれは時間すごくかかるじゃないですかできればすぐやったところについてまず問題から入っていって幅を知っちゃうんですね担当ってで試験の速い人ってそこが速いんですそれやらないとなかなか実はいかないのねそこで私はこ,のこれはあまり使っていません共通テキストって、うん、特に入門の共通テキストは使っていないです で使ってしまうと、まずこの内容を読んでくれ。読んで、理解、じゃなくて、ほぼ暗記でしょうね。暗記を行ってしまって、じゃあ問題解けますかというと、多分解けないんですよ。これ逆からやっとおいですよ。まず問題から入っていって、あ、こうなってるんだと理解できないとなかなか実は解けないのね。だからこれはあまり使いません。サブという形で持ってもらいたいと思っています。じゃあ実際上、佐藤は何を使うんだというところになりますよね。 で、あの、エッセンシャルは、さっき言った手製のレジュメで私はやってるわけです。えー、今年から変わったというところでありまして、あのー、ま、簡潔に書いたものですよね。で、それに従ってやってるということになります。えっ、ー、と、それが、えっと、手元にありますかね。これね、これ。簡単に書いてあるでしょで、これに従って私はずっと喋るわけです。エッセンシャルはね。まあ、これはいいとして。で、問題、この後、担当コンプリートの えと担当基礎編とこれ応用知識権に分かれてるではないですかどう違うのかというところだよね担当基礎編の方はエッセンシャルやった事項簡単に言うならば特実共通マーターですまあ大体幅で言うならば約6割ぐらいそこをね浅くやってるものエッセンシャルで,でさらにそれについて深くやるんですねで深くやることによって論文についても解けるようになります でさらに深くやることによって、6割やったところから他のところってこれを補っていくことができるんですね。で、その力がいわないと極めてきついんです。じゃあ、どうやったらできるかというところですね。で、これについて今回というかね、ずっと私が書いているものが、えっと、ティクレストっていうレジュメがあります。で、これに従って私はやっていきます。これね、やっていきます。あの、結構細かく書いてあるわけですよ。これ、関連省っていう小単元なんですけども、昔はこういう制度になっていました。 多分こう書いてる人っていないと思うんですよ。で、問題点があったので、平成10年改正で変わった。で、さらにまた問題点があったんで、また変わった。で、さらに、えっ、ー、と、令和3年法に基づいて、令和法に基づいて、また変わった。ということをずーっと書いてるわけね。で、一体じゃどうなってるかというところを最後説明しますから、ただ、歴史的な遠隔がこれわからないと、産業財産権法ってあまりよくわからないんです。ずーっと歴史があって、毎年毎年変わっていきますからね。 地区上ってまさにそれがずっと書いてあるわけです。ただ、サマスに書いてあるんで、分かりがたいんです。また、講師がいないと、それ解けないのね、よく読んだとしたってね。まあ、それについて喋っていきます。そして、このテキストのいいところは、すべて各条文のところについて、あの基本的に簡単な問題に乗っかっています。担当問題です。基準問題と言います。担当って、1000といてもダメなんですよ。できれば、300とか100。それ基本問題です。 その基本問題のパターンを覚えて、深く実行していくんです。そこから。深く思行します。で、深く思行していって、論文的な思考ってあるわけですよ。あの、担当の思考ってね、まず問題文を見るでしょで、問題文を見て、あ、丈夫にこう書いてあるんだと言って解くわけです。で、間違ってはいません。間違っていなくって、これ、だけど、法律学で言うならば、一面しか見ていないんです。我々習いましたんでね、私は大学4年行って、委員が2年行ったんですね。 でそこでずーっとやっていたのが、まずこの条文の読み方というか、問題の解き方です。どう解くのかと。まず問題文提起されますよね。問題文提起されて、そして所在は一体どこにあるのか。なぜ先生はこんなことを聞いたのかってまず考えるわけです。所在と言います。今これがない受験生、めちゃくちゃ多いんですねで。だからこれ聞いてるわけですよ。でそしてそれを終わった。じゃあ問題点を聞いた後に回答,回答を解いていくわけですよ。どう解くのか。 一つは条文に書いてあるでしょってことですね。これ許容性と言います。でもそこだけでは足りないんだよね。予見性を持って解くということになりますので、なぜそうなったんだろう。理由であったりとか、趣旨解釈でね、趣旨から解いていくっていうことをやっています。まあ、それができるようになると、論文的な思考をつくってことになるわけです。担当的な思考って書いてあるでしょっていうだけなんですよ。それってね、ならなくてもこれ解けると思いますよ。正直言うと。予備込に来る必要性がないで。自分でやった方が早いんです。 しかしこれは違うのね。こうやってることって。そうじゃなくって、趣旨解釈ないしは問題素材を捉えて、なぜこういうことをやったのかと答えています。で、そのためには、抗議適性は必要になってきたんです。だからこれ作ってるわけですね。あの、各単論共通事項について細かく条文入っていて、線引いてあるでしょ。この線のところからしか試験は出てこないんだと示してるわけです。じゃあこの線のところについて、どんなものが出るかというとこずっとこれ、 分析しててていいって基本的な問題を上げているわけですこれをずっと深く説明していきますのでまず基本問題そうだな全部で3000ぐらい問題があるとするならばその中の300問ぐらい全部乗っかっていますその基本問題について深く研究していくのがこの講座ということになるわけですねでこれが条文ないしは趣旨から解けるようになる、まあ、そうなるといろいろと類推ができるようになっていきますさらに両文にもつながっていくっていうことになるんですね で、これを使ってずっと今年もやっています。まあ、それがこのコンプリートという講座になるのね。だから別に新しい教材はというと不要だと申し上げています。そしてまた戻りましょうね。砂糖レジメ。あと、基本書いるかっていうところだけど、うーんとね、今年の試験ですね、特に論文なんですけども、基本書マターについてこれ聞いたものが実はあります。論点ですね。でも気づかないんですよ、今の受験設定。 例えば建築物と工業上利用性という論点が今年はありました。で衣装ってなぜ産業の進歩発展に貢献するか。新しいものをつけることによって、量産品について新しいものをつけることによって、デザインがかっこいいからといって、買ってしまうんだよね。買ってしまうことによって、たくさん物が売れる。そうすることによって、産業界って進歩発展するんだというような通説でした。で、しかし、この冷和に入って入ったものっていうのが建築物なのね。建築物。 じゃ、建築物って量産性があるんでしょうかというと、基本的にこれ難しいんだよね。で、そこに対して量産性ってどう問うていくのかというのを今年聞いたわけですよ。自分の見解はと聞いたんですね。学者の論文であったりとか、あと審会の、審議会答申の見解、見ると一応書いてあったりします。で、これについて全てこれに入ってるのね、実は。ここ。えっ、ー、と、クレストっていうレジブメに入っています。で、これをずっと私は説明しますね。 で今年になるならば、これ入っていたはずですよ。例えば、ここ。工業上利用性の論点というところでありまして、従来は工業上利用性についてはこういう見解に分かれていました。A と B。で、問題点。で、通ように返した場合、建築や内装の衣装についてはどうなるか。これを聞いたわけです。今年の本試験って。で、適中したんですね。下。下のところが論証になります。で、こう解っていくのが、法学的相っということになるわけです。 ぜひこれをね、押さえてもらいたいと思っているわけですね。従って基本書についてはいるかというと、すべてこれに入っておりますんで、買わなくてもいいですよ。で、買ってしまうとかえって、時間かかるということになりますからね。あくまでも、このレジュメで、さらにレクで配ったもの、あとは問題集だけやれば十分です。まあ、それ以上やる必要性はないと思ってるんですね。あの、当年も同じです。あまりやってしまっても意味がないってわけではないけど、まあ、それよりも、学問中心に研究するんですね。 最低の、最高のこれ、両問であります。それ、ぜひやってもらいたいということになるわけです。じゃあ、少し今日の単元を見ていきましょうかね。で我々やっていくものについては、えー、知的所有権という学問体験になります。形がないんだよね。で、その中でも、産業財産権と、それだという科目に分かれます。産業財産権は、上がっているように、うんと、特許、あるいは実用新案あるいは衣装、商標にこれ、分かれるわけです。 ある対象物をめぐって、いろんな権利で実は取れるんですね。どう取って、通って、取っていて、どう守るかによって、かなり変わるということになります。特許実用新案は、技術的総の創作だと通常言いますよね。これ見てください。特許であるならば、アイデア、車両盗難防止装置、取れますよね。これ。で、その一方で、実用新案、ちょっとレベルが低い公案ということになりますんで、これ、えー、滑りやすい、座りやすいシートと書いてあります。 ちょっと下がりますよ、ね、でさらにこの形状についてはいやかっこいいんだ斬新性があって見たことがないデザインだというんであるならば衣装を取れるわけでしょでさらにこの立体的な形状ですよねないしはマークこれはブランドですあの見た瞬間これどこの車だって分かる場合であるならば立体商標ってことになりますこれ全体がねでさらにブランドがついているホンダさん鈴木さんっていうんであるならば昔からあった商標ってことになります まあいろんな形で権利を取っていくことができるんですね。まあ、どう取っていったら良いのでしょうかこれ極めて難しいですね。ベニシタってこれいろいろ考えます。いや、こういう対象であるならば、特許は取りがたい。遺書はどうでしょうか取りやすい。遺書に基づいて取ってしまった場合については、すべておっしゃることができますかってまた考えるわけですよ。まあ、それが実務に、ね、出てくるってことになりますからね。まあ、こういう形で権利を取ってって眺めていくってことになります。で あの勉強の中心は、ここに書いた、特、実、意、っという科目が当然中心になります。なぜかというと、超管轄の学問です。超管轄の権利。さらに、担当と論文ともに出てくるのが、産業財産権法ということになるわけです。でこれ以外の法律ってありますよね。例えば、不正競争、防止法、あるいは著作権。これって、担当しか出てこないんだよね。で、60問中たったの両発生で10問と。 ということになっておりますので、ちょっとやっぱそれ下がるんでしょうね。じゃあどうしてこれ分けていくんだろうということになります、ね。で、まず、今日冒頭お話ししたようにこれからやっていくものっていうのは、えっ、ー、と、知的財産権法という学問体系になります。あの、知的財産権っていうものがあるわけではないんですね。学問体系です。あの、一般法でならば、行政法って言っのをご存知でしょうかね。行政法。 行行政政庁一一般ににに関すすするるるる管轄法法律ってこととここななので何ででで何ももかん応わけです例えば風俗営業法とかね衛法あるいはあの例えば消防法とかね全てこれ行政法規ということになってますそれ一つ一つの集まりでも続いて学問体系が行政法っていう学問体系になってるわけですじゃあ知的所有権法これ学問体系でありましてかなり近しいものが全部集まってるんですね さらにこれを分けると一体どうなるかというところになります。で、まず一つ分けましょうね。一つが、えっ、ー、と、知的所有権については産業財産権法、あと不正競争防止法、あと著作権法に対別するとこれ分かります。まあ、試験科目になるけどね、これ以外の知的所有権法ってあるかというと実はありますよ。例えば関税法とかね、あるいは種苗法とかもっと他のもあるわけです。でも、これについては試験出てこないからね。 中心になってくるものは産業財産権法。これは一番重たい。あと、不正競争防止法、著作権ということになるわけです。国内法規はね。じゃあ、なんでこれを分けるんだろう。で、また、何を中心にやると分かりやすいんだろうということがあるじゃないですか。すべてやってしまうと結構大変ですよ。特区、実、一生で4科目。特区、実、一生で4科目。あと、不正競争防止法と著作権で6科目ありますんで。 あと条約っていうものがあるでしょ。そうなると、小試験の六方以上に結構科目差が大きいわけですよ。ああ、これまずっちゃったよな。こんなにあるんだよな。小試験やればよかったよなってなりそうだよね。でもこれ違うんですね。で、小試験の場合については、一つは一つっていうこの重さがあるんです。でもこっちは違うのね。だから学問体系が重要と申し上げています。似てるんです。じゃあどう似てるかっていうところだよね。でさらになぜこれ区切ってるかというところになります。 まずは知的所有権の中の産業財産権、まあ、管轄がちょっと違ってくるんですねで産業財産権については特許庁という官庁が管轄官庁ですさて特許庁なんだけどもこれ経済産業省の外局ってことになっております経済産業省の外局ですねあの局って2つにこれ分かれるんだね一つは内局あと外局に分かれますで極めて専門的で規模はでっかくなったもの これ表に出されてしまったっていう感覚ですかね。そのトップが特許庁と役所になります。だから特許庁長官は、そうだな、長官、特許庁長官は局長級ってことになってますからね。結構偉いんですね。そこが参加しているものが産業財産権法であって、我々の監督官庁ということになっております。じゃあその他、不正競争防止を著作権は一体どうかと。 いうところなんだけども、不正競争防止法は経済産業省の本省の担当なんですね。となると、結構近しいんではないってことになるよね。不正競争防止法が経済産業省の本省。で、産業財産権法が、えー、と産業財産権法が経済産業省の大極たる特許所がやってますんで、かなり近しいってことは確かですよね。かなり近しい。で、この一方で、著作権。 まあこれはどこをやってるかというと、文化庁という官庁がやっております。文化庁。これ、文務科学省の外局ですね。文科省の外局ということになっております。で、そうなると、ちょっと違ってくるかなっていう側面が強いわけです。えっ、ー、と、文、あの、これ著作権ね。あの、性教層防止法も、産業財産憲法も、経済産業省のところが一応、誘っているということになるわけですね。となると、おそらく産業の新発展のためにあるのかなっていうのが近いんです。 でこの一方で、著作権、文化庁でありますんで、文化の進展等に貢献しってなるわけでしょ。ちょっと入り合いって、違うよなってなるわけです。うん。まあそこ、少しね、少し、なんだろう、ハードルが高いのかなと思うところなんだけど、そうですね、確かに違うかもしれませんで。違うかもしれませんけども、使った知識、産業財産権、あるいは不正競争、防止を、その一定の科目についてはかなり近しいんです。そこからして 解くとといいうことをやっていきますからねだから、すべての科目って、連関性があって、特許1とすならば、そうですね、他の科目って0.2とか3しかないんです。だから、司法試験やるよりも、はらりこれは優しいと思いますよ。そこはね。あと、次。法目的の違いです。目的の違い。うん、産業財産権は、産業の発達が目的となっています。まあ、産業財産権だからね。あと、不正競争、防止はというならば、 公平な取引秩序ってことになりますね。公正な取引秩序。これによって産業界って潤うんだってことを考えてるわけでしょ。で、著作権の場合は文化の進展、発展でありますんで、やっぱちょっと違うのかなってなると思うんですね。まあ、その違いのところは、さっき言った体系に基づいて、こう、詰めていくってことになりますからね。まずこの体系、結構重要です。あの、結構体系についてはしゃべりますんで、国内、ね、法と国条約との関係、あるいは、 知的財産権の中での体系。あとこれからやっていくような民法等の体系ですね。これもあるわけです。あの、小試験でやっている科目って、よく一般法といいます。どこの地域においても、誰に対しても適用できるもの。これ一般法っていうわけですよ。一般法で。通常一般法の場合については、そうだな、昔からあった学問ということになりますんで、形がらる財産権。有体財産といいます。動産とか不動産ですね。 でこれに対して扱っているものが一般法ってことになるわけです。結構学際が昔からありますんで深く研究されてるわけですね。この一方で遅れてきた,遅れてきた財産権あああったと確かに、えー、流体財産がある動産不動産があるしかし会社にはまだあったそれが知的財産権ってことになるわけです。形がないんだよね。だから無駄な名を無体財産権と言ったりしますよね。 でその無体財産の世界においては新しい体系を作ったわけです。うん、じゃないとそうだねあの一般的な規定にも続いて処理ができるかというと無体形がないわけですから難しいというところがあるわけですね。でそこでこういう体系をとっているまず民法、刑法行政法等が一般法で知的財産の世界いわゆる無体財産の世界になるならば特別をたる特許とか実用支援法とかがあってあると。 ということになるわけです。で、そこでいくつかこれルールがあるわけですよ。下見てください。まず、特別は一般法を破るって書いてあるよね。特別は一般法を破る。あの、民法の規定と特許の規定が阻害した。この場については、特許の世界では特許を優先適用しましょうっていうルールです。うん。例えばですね、あの、民法。民法で誰が主体となるかというのが規定があるのね。民法上。 一般法では生まれです、生まれるならば基本的に日本人だろうが、外人だろうが等しく能力を有しますと、民法3条に書いてあります。で、この一方で、特許はどうでしょうかというと、ちょっと修正をしてるんだよね。民法の規定と違って、特許は一部修正しますという規定があるわけです。特許25条だよね。じゃあ、どうなってるのかなというところだけども、在外者って言い方をします。在外者。主は外人なんですけどね。 日本人であったとしたって、日本に住んでなかったら、一応、在外者という地位に立ちます。在外者については、一定受けを目指さないと、特許については、特許を受けることはできませんという規定があるわけですよ。この一方で、在内者ね、日本にスーッと住んでる方、主は日本人でしょうね。この方は、そういうことがなくって、権利が取りやすいって書いてあるわけです。なぜこれ、民法を修正したのでしょうかね。少し考えてもらいたいわけですよ。 あのまず日本人が日本の権利を取るこれって取ったらどうします特許ってかなりお金が高いわけですよあの発明するっていう声が高いじゃあこの費用について回収しようってことになるわけでしょ権利を取って独占権をもらってそして自ら実証しようってことになるわけですよ実証することによって社会生活は便宜になるってことになりません今でなかった技術があの適用されちゃうんですよ 例えばそうだな。いつも例に出しているものが、そうですね。あの、新幹線がなかった時代。この時代って僕の田舎は山形なんですけども、大体8時間ぐらいかかっていったと思うんですよ。今2時間ちょっとでしょ山形も、山形も、も通勤圏内だと言ったら通勤圏内かもしれません。昔は違ったんですね。そうなると、人流から物流から全部これ変わりますよ。産業の進歩ップにつながるってことになるわけ。 この前に久しぶりに帰ったんですね。驚きました。僕に中で、ね、天道っていうとこなんですけどね、何も昔なかったの。行ったらもう工場がたくさん建ってましたよ。あ、それは、そういうことがね、できることになって変わったのね。新幹線が作られた。あと飛行機が、飛行機が完璧に整備された。これってまさにそれなんでしょで、やってくれるわけですよ。まあ、そうなると、新地域の振興も図れちゃうし、かつ、日本の産業の進歩っにつながるんですね。この一方で、在外者、主は外人です。 権利を取った日本で自称するんでしょうかというと多分そういう側面なくはないかもしれませんけど交渉をするっていうのは強いんだろうね。交渉をするかえって妨げちゃうんだよね。だったらできれば在来者にとって権利を取りやすい環境を作っておこうっていうのが特許のまあ立場なんでしょうね。だから25条のところで修正をしているということになります。でこれある程度ねやらなかったら分からないところなんですけどもまあ簡単に言うと。 特別は一般法を破るという単元があの、あの、ことがあります。特別は一般法を破る、ね。もし特許と民法はね、同じような単元について規定しているんであるならば、特別の分野においては、特許法が優先適用しますってことを言ってるわけです。で、この一方で、特別なところについてないから規定を作ったわけですよ。そうなると、同じようなところについては、民法の規定を適用するってことになるわけね。ここ、これが書いてあるね。 例えば、えー、特許に侵害を行った。これ、不法行為といいます。じゃあ、損害賠償請求をしましょうね。特許のどこを見たとしたって書いていません。なぜかというと、民法700ね、7 9条。そこによって処理ができちゃうからですよ。一般分野処理できるんだったら、これは使わないというところだよね。ただ、立証は極めて難しいので、立証分についてちょっと修正をしましょうということになっています。そこを中心として、 勉強するってことになるわけですねさてさてこういう体系を取ってるのでさてあなたは何学部でしょうかというところになります、うん、で例えばこれ次のページをご覧になってください図が書いてあることもねちょっと番号をつけようかなと思うんですけどもそうだなえっとねここちょっと見えないねここ有体財産だけっていう丸これを一番としましょう一番一番としましょう一番 有体財産だけ適用されていて無体財産のかぶっていないところであとかぶってしまったところをそうだな3番としましょうそして4番が無体財産だけしかないところこんな領域があるわけですよで弁理士さんは3番と4番これ預かっていますこの一方で弁護士さんは1番と3番、まあ、あと弁理士まで借りてるんだったら全てってことができるわけでしょで,でもどう違うかっていうところだね勉強の視点としてはね でちょっと簡単に言うならば、なぜ、あの、法学、これ、知財法って、通常法学で4連治でこれやるわけですよ。4連治。だったら、1、2っていうところで、一般をちゃんとやった上でやるっていう体系になってるわけでしょ。そうじゃなくっても、なぜ受かれやすいかというところね。あの理科系でもというところだけど、ここ、まず見てもらいたいわけです。えっ、ー、とね、4番、無体財産独特のところ。ここが大体そうだな、勉長の8割から9割でここなんですよ。 90%パー。で、かぶったところがたい10%パーから20%パーってことですかね。もったいあるかもしれないけど、そんなもんです。少ないのね。で、80から,80から90%パーのところは、民法等を一生懸命勉強したとしたって、これは出てきません。かぶっていないから。これ初めてやるわけですよ。みんな平等ってことになるわけね。それも、対行政庁に対して、権利を取るっていうパーツになります。で権利を取るっていうパーツで、対行政庁なんで、確実的なんですね、割と。 割と、案件なんとかいけるっていう世界です。うん、そうでしょう実体的にこういう問題があって、こういう設定をしていきます、だらしになるならば、いろんなことを考えていってやるってことになるんでしょしかし、確実的なんで、ある程度暗記をしましょうとなってくるわけです。まあそうなるならば、多分、一般法分かってないけどいけちゃうんだね。8割、9割ね。だけど、設定努力になった。今日の審査に基づいて、設定努力になりました。 そうなると、一般の民法と同じような財産権法ってことになるわけです。まあ、そうなってしまうならば、民法こうだ、で特許はこうだ、なぜ修正されたかってところを考えないといけないってことになるわけですね。ここは、言ってみたら、一般法をやってる方が有利ってことになります。ちなみに、産業財産権はこういうことになるわけですけども、著作権という科目、なしは不正競争防止法と科目は全て3番ですね。 県に生成過程がないといういってことになっておりますので、すべて3番。まあ、民法の終戦に近いということになります。まあ、そういった意味では、ちゃんと理解できるためには、ある程度、一般法的なことについては、あの全くしなくてもいいというわけじゃなくって、それをサ,サイドにおいて言っていきますので、ここで言ったことについて、まず、しっかりと理解してもらいたいと思います。うんまあ、そんなところですねで。さらに科目体系を見ていくならば、こう書いてある。見るとね。 でちょっと比較したいのが産業財産権法相互の関係というのがあるかと思うんですよ、えー、産業財産権法は特許実一書という科目ねで特許という科目は親玉ってことを言われるんですけどそれは創作作ったものというイメージでは一番親玉になります親玉でこれに対して商標というのはブランドですけどこれは作ったというふうにも選択肢ってあるしか出てくるんでちょっと色彩が違うんですね協業法って書いてあります これ、ベクトルはちょうど逆になるわけです。逆というか、別々のこれ、柱に立つってことになるわけですね。そして、異商法。異商法って、デザインを作ったっていう側面があります。だったら創作法だよね。この一方で、えっ、ー、とね、そのデザインを見るならば、どこの会社だと分かったっていう側面もあるわけでしょ。それって、商標に近いんです。どっから見るかによって、説が全く変わってくるんだよね。原告さんの主張、こっちから有敗もある一方で、 国際、こっちから言うってこともあるわけです。そういった意味で衣装って、極めて専門件数少ないんですけども、面白い科目なのね、ちょうど真ん中。どっちかというと特許に近いかなという感じはするんですけども、真ん中という科目体系になっている。いや、面白いよね。そこで今回聞いたわけですよ。ある判決を出した。これは今年の試験の傾向ですよ。多分これからこうなるに決まっている。あの、一時、大量語学という時あったわけですよ。700人ぐらい受かるという時あったのね。 この時って、回答がない問題については出せないわけですよ。採点できないから。今、そんなことはないでしょう。今、たいあの、担当を受ける方も相当減ってしまってるし、論文を受ける方、かなり減ってますよね。で、最終合格100人台ってことになるんで、ある程度ちゃんと論文も客観採点できるんですね。そこは。まあ、一応、回答あるかもしれませんけど、少し考えて回答、やってくれ。思考を聞くってことはできるわけです。 今回聞いてきたわけだよね。何かというと、衣装にこういう判決がありますと。特許にこういう判決があります。調査で親玉を聞いてきたわけですよ。親玉、ねで。もちろん衣装にはそういう判決がないんです。でも、捜査法という感じにおいては似てるし、条文一応あるわけです。じゃあ、特許のこの結論、出した結論、こうなるように衣装で説明してくれって問題が出ました。うん、これ難しいよね。通常であるならば、特許の 判例の文言、上がってるのもあるでしょキーワードってありますね。それ書いてパッパッパッと言れば通話終わるわけですよ。昔の試験だったらね。しかし今年聞いたものはそうではないの。そうではないの。これ気づいてないだものね。でそうではないの。ね、この特許の判例を通じて、衣装だったらどうなのかってことを書くわけですよ。だって衣装って二面性あるじゃない。特許に近いという側面がある一方で、こっちにも近いんですよ。 商標にも近い。で、さらに、じゃこういう体系を持っている法制については、特許の裁判での見解、当てはまるんですかと聞いたわけでしょ。射程勉強しなさいって言ったわけです。射程ってことわ分かりますかね。あの、判決でて相対抗ってことになってるのね。ある事件について、ある問題があったんで、こういう結論を出したんだというのがあるわけです。それを事件 A としましょう。A。A。事件 A。 事件 A。で、特許としましょう。特許という科目において、単元において、事件 A だからこういう結論が出ました。じゃあ、事件 A ダッシュ、A2 ダッシュ、A3 ダッシュ。さて、ここまで行った場合、どうですかってあるよね。広がりです。射程があるわけですよ。射程。この事件 A の射程は A ダッシュ、A2 ダッシュ、A3 ダッシュに及ぶかってことを聞いたわけですよ。 さらに、科目違ってもこれは言えるかって聞いたらね、横の広がりです。一章となると、キーワードが並んでるだけで本当はダメなんだろうね。おそらく。おそらく自分の見解としてはどうですかあなたで考えると聞きました。旧試験に近いですね。さらに、科目体系を超えて、どうですかというの聞いたわけです。難しいですよね。で少し、これ変わったということになると思うんですよ。うん、で、その意味では、担当を通じてこれも全部喋ってまいります。 あの遺書はこういう立場を取っている。特許はこういう立場を取っている。似てるんだけど、これって使っていいのかなって当然ありますよね。あと、商標と遺書の工作っていう関係もあるわけでしょ。あと、不正競争と他の科目の工作っていうことがあるわけですよ。実際じゃこれが実務で絶対必要なわけです。でも、科目体系において、遺書は遺書、商標商標と科目でやるってことになりますんで、まあそんなに出ないかなと思っていたらしいんだね。でも出てしまった。来年以降も多分出ますよ、そこは。 うん、ですなわち考え方が結構重要だということになるかと思っているんですね、はいで。できれば条文だけではなくて考え方必ずなぜなぜって理解してもらいたいと思っております。じゃあ今日少しやっていきましょうか2チャプター目。法目的の重要性というのが書かれているかと思います。特許の目的ですね。うん、あの戦後立法戦後にできた立法は必ず第1条に目的条項がついております。 あの明治法にあるような民法刑法については当然書いていないですよ。でも戦後立法、産業財産刑法は昭和34年立法です。戦後法だね。あと著作権、これ45年立法でありますので、これも戦後立法。あと不正競争防止法、これ平成5年立法でありますので、戦後立法ということになっておりますので、必ずまず目的条項を変えてあるわけです。で目的条項にううような形で 立法ってね、やっていかなければいけないし、解釈もそうだってことになってるわけです。じゃあ、少し目的条項を見ていきましょうか。こう書いたらね、これは今日配ったレジュメに上がってますかね。もう一個の方ですね。第一条ってことになるんですけども、ここ。えっ、ー、と、特許の目的ですよね、うん。で、なぜこれを勉強するのか。まずポイントですよね。まず、各単元。 各条文で問題解決できるんだったらそこでやればいいわけです。ああ、これは何条何項を通ってるな。あと何条何項の規定からするならば、これ、丸になる、ツになる。そこで切ってもいいわけですよ。でも、急しちゃったと。どうしますわからない。この場合ってこれに戻るんですね。日曜に戻って、特許の趣旨、精神から言ったら、これは丸になるのか、松になるのかとやるわけです。これが立法解釈ってことになりますよ。 じゃあ、一応そういうことになるので、あの、他の単元では分かりませんでした。その場合、最後はこれに戻ってきて解くわけです。結構裁判例含めて、一応から解いている問題ってありますからね。じゃあ、どう書いてある見ていきましょうか。こう書いてある。この発明は、発明の保護、及び利用分かることによって、発明を奨励し、持って、産業の進歩発展に寄与することを目的とする。究極目的は、産業の発展に寄与すること、ということになるわけです。 じゃあ、ここに書いてあることって一体何でしょうね。前のこと。例えばこれ。発明の保護。あと発明の利用っていうパーツですよね。これが究極目的。産業の進発点が究極目的。だったらこの前のパーツは、これ、手段ってことになるよね。目的、手段の関係。これ、手段が2つあるわけですよ。2つある。で、2つうまく使って、バランスを取っていくって、これ、議論になるからね。バランスを取っていくという議論になります。 うん、さてね、例えばこういう場合ってどうでしょうかね、少し考えてもらいたいのね、あの例えば、これ、特許の対象が A としましょう、A。ね、あの特許請求の範囲っていうところに、まあ、特許を取りたいものを書くんですね、36条5項っいう規定になるんですけども、まあ、条文なんか何条何項ってまあ,ある程度覚えちゃうからいいんですよ。 特許請求の範囲に A と書いたとしましょう。で、特許って出願をします。審査が始まります。問題なかったら登録査定になってしまって、あと料金の付を条件として設定登録。そこから独占期発生しってことになるわけです。で極めて強い効力でありますんで、工事をしましょうってことになってるわけです。工事。公に示すわけです。誰がどういう対象について、えー、何を持ってるか。 示すすわけですよだからね、江さんが A という対象を出願しましたと。まあ、審査を行ったことによって、甲が登録になります。登録になるならば、ここから特許権。特許権はぜ絶対的独占権。あの独占配達権ということになりますので、極めて強いんだね。からしか実施ができない。他の方は、はいって侵害,侵害だと言って排斥されちゃうんだよね。でそこで これ掲載広報というものにも続いて向上されます。広報によって公示ですよね。A あとあ、えー、言われてくるものについて、6000件ってあるんだってこれによって分かるわけでしょ。さて、この場合なんですけども、じゃあねと、これ、特許って何であるんでしたっけ次元から20年間のね、ここから20年間周期ってあるわけですよ。さて、 この場合なんですけども、この文言の通り、侵害ということは妥当でしょうかということです。さあ、どうでしょうかね。これ、バランスがあるわけでしょ保護と利用のバランス。今、登録になっているもの、A という文言で書いたわけです。でも、この第一条って保護と利用のバランスがあって、これはこうなっていないといけないわけですよ。バランスが取れているという状況ですね。じゃあ、登録になったもの、A だと。エンで公示されているんで、 ここれ以上のことををやってししままうならば除可能性をうがいしますんで第三者って不足の不利益になってしまうって言ったらこれ A 以外認めるべきではないねでも何十年もた出願から何年も経ってしまうならば部材少し変わって多少変わってくるってがあるわけですよ当時は部材は鉄しかなかったで鉄で作った A しかなかったわけですよでクレームに書いたしかし今材料は変わったのね鉄以外でもっといい材料が生まれた いやそここまででで効力とと及ぶんすすかってことですさあ、どうでしょうかね、そこって。まず、工事から言うならば、これ認めてはいけないってことだね。理由から言うならば、工事されてる、とっって。で、第三者はこれを信頼して、えー、実施行為ってやってるわけですよ。実行行為やってるわけ。これだったら問題がないよなってことね。うん、A'? これは A ではないから、いや、いいのかなって思ってやるわけですよ。 で、その場合でも侵害と言われてしまったら、どうかなってことになるわけでしょ。で、この一方で、特許は20年間もあるということになっておりますんで、A を A なしに変えて多少やったりおっしゃって、いいんではないってこともあるわけですよ。両者のバランスだよね。じゃあ、どこにバランスを取るのかっていうところで、最高裁考えたわけでしょ。これも一条から来てるわけですよ。で、それ一条から考えて、あなたの見解は、最後は解くってことになってるのね。究極的にはね。法律ってこれ、比較の学問です。 バランスの学問なのね。で、そこのところに頭がないと解けないわけですよ。担当しっかり。いやー、この結論について丸とつけてしまったらならば、方に傾きすぎるんだ。これもダメなわけですよ。逆も死んだり、もしバスと言ってしまったならば、今度は利用に傾きすぎるんだ。これもダメってことになりますからね。一番いい落としどころは枝山さんだったと言って解くわけでしょ。そう解ければいいわけですよ。これが方学的見地ということになります。あと論文もそうだね。どんな結論を書くのが妥当か。 まあそれについてもバランスってことになりますからね。バランスが契約的に必要となるということになります。これを教えているのが実は第一条なんでしょ。これ見てどうですかということはあまり関係がないので、そこにバランスの取り方ってことを言っているのが第一条ということになっておりまして、あの法律を学ぶときってこれが絶対必要なわけです。利益考慮。これがない方はなかなかちょっと難しいのかなと思います。ある方はパッとね、向かりやすいですよ。比較考慮できる方ってことになる。 これを担当の問題を通じて、ないしは論文各保ですね、通じて解くわけです。その点がすごく重要なのねさまつな、ね、判定を覚えたと言っても、あまりそれって役に立たないわけですよ。そこではないので、ね、どう裁判所はバランスを取ったのかというところが本当はポイントになります。これ一緒にクレスト等を使っていってやっていきましょうというのがこの講座ということになりますからね。そして一番最後、これだけ言って今日終わりたいと思うんですけども、さて、これ全て終わった。 この後に応用知識券というものがあるわけです。ここ。59回かな ?30 回か書いてあるでしょそこ何を使うかというと、これ、築上で全部攻めていくわけです。これ、昨年度の、昨年から3年ぐらい前のアドバンスっていうテキストになります。今、もうちょっとカラーになっちゃったかなと思うんですけどね。表紙だけですよ。カラーになってしまいまして、各条文について細かく書いてあるわけです。その細かいところについて説明していきます。なぜこういう趣旨になっているのか、なぜ法律はこう変わったのかっていうところですね。 でなぜこの問題って,こう,やってこうやって解くのかっていうところを一問一問やっていこうと思ってるわけです。まあ、結構量が多いじゃないですか。条約だけでこのぐらいあるんですよ。ね、あと、特許であれば、だいたい600ページぐらいあるのかな今。結構あります。まあ、それをパーンとやって、わかりますかっていうと、できれば考え方とかね、自分の頭の思考って皆さんに伝えたいわけです。予備校じゃなかったらできないこと。それは思考のパターンですよ。思考。あの、知識を教えちゃうこと、やりますよ。 でも、条文から解けるんだったら、それは見れば足りちゃうってことになりますので、そうではないと思っています。思考のパターン。で、これが結果的に一番重要なんですね。あの受かった方とそうではない方、どこ違うかというと、これがあるかっていうと、どうせ受かってしまったら、忘れるんです。知識なんて。でも、どこが残るかというと、思考のパターン。これは残ります。そこが重要。仕事をやっていく上ではね。だから、そういった意味では、この講座、それを鍛えていくっていう講座にもなりますので、そういう視点で私はやってまいります。 ね、これで大体2チャプター目を大体しゃべったかなと思うんですけども、はい、あともそうですね、あのーはい、まあすぐ決まらないって方もいらっしゃると思うんですね、まあ、その方はもう一回よく検討していただいてそうだなえ次はこれ文系から見たってことを少しやるかと思うので文系から見たら一体どうやって解いていくのか勉強するのかってあるじゃないですか、うん、あの文系だからこういうことになりますってわけじゃなくて文系のとか法律的な思考ってあるわけですよ これ理科系にも実は通じます。理系の方の方が本当は法的な思考って私はあると思ってるんですよ。それをぜひね、この中で再認識していただきたいと思っております。ね、で今日はちょっと長く喋ってしまったので、まあ、この辺で終わりたいと思っております。では、うんとね、まあ、この後、あと何ですか、ね、あの残る方は残っていただいて、質問あるならば質問に受けたいと思っております。では、この辺で終わりたいと思います。お疲れ様でした。